フェラーリ 125S はイタリアの自動車メーカー、フェラーリの名前で最初に生産されたスポーツカーである。1947年に3台が生産された。アルファロメオのレースチームから独立したフェラーリが自動車メーカーとして発表した諸助作。社名の125とはシリンダーあたりの容積 125cc、S はイタリア語のベトゥューラスポルトを意味する。なお、 全身のアウトアビオコストルツ用に時代の1940年には、ミルレミリア3専用に T ポ815を製造しており、125S はフェラーリの名を冠した最初のモデルという位置づけにある。第二次世界大戦終結後、創業者エンツオ・フェラーリのもとに、アルファロメオ時代のエンジニア、ジョアッキーノ・コロンボが訪れ、V 型12気筒エンジンの開発を提案。 エンツォもこれに同意し、1945年に製造計画が始まった。コロンボが描いた車体、エンジンの設計図をもとに、ジュセッペブソトルイジバッチが開発を担当した。1946年9月にエンジンが完成。同年12月の記者会見では 125S に加え、ロードカーの 125GT と、 会一参戦用の125回一の製造も発表されたが GT 市販計画は実現しなかった。1947年3月12日にはボディ非仮想状態で完成し、元レーサーのエンツ自ら本社のあるマラネロ近郊で試運転のハンドルを握った。製造された3台はレース活動後166に再利用されたため現存しない。後年、 フェラーリ美術館やイベントに展示されているマシンは当時の図面をもとにフェラーリが復元したレプリカである。V12 エンジンシャーシは交換ラダーフレーム。製造はミラノのジルコが担当した。ボッディは通称バルケッタと呼ばれるに座席オープン。フェンダーのないハマキ型ボディに交換し、125シートしてシングルシーターレースにも出場している。 ティーポ125エンジンは1.5リットルながら60度 V12 レイアウトを採用。ボアハイ 55mm ストローク 52.5mm のショートストロークタイプで最高出力は100馬力 6800rpm。フェラーリの V 型12気筒路線の元気であり、第1バージョンでは下級式としている。フェラーリのレース活動初年度はイタリアのローカルイベントに参戦。 1947年5月11日、ピアチェンツァサーキットで行われたレースに初出場した。決勝では、フランコ・コルテーゼのドライブで、残り3周までトップを走行するが、燃料ポンプの故障によりリタイア。この結果について、エンツォは、最先の良い失敗だったと述べている。同年5月25日、ローマのカラカラ浴場周回コースで行われた。 ローマ GP でコルテーゼが優勝し、フェラーリのレース初勝利を達成する。年内に市街地レース12戦に出場し、6回の優勝を記録した。ありがとうございます。